黄白鳥は、鳥工かモモカかも,もかも白鳥族に分類される鳥類。アイスランドスカンジナビア半島北部から、カムチャツカ半島、サハリンにかけてのユーラシア大陸北部などで繁殖し、陶器になると、イギリスやイタリア北部、スイス、国海沿岸、カスピ海、中華人民共和国の太平洋岸、大韓民国、日本などで越冬する。日本へは、陶器に、 北海道から東北にかけて飛来し、主に太平洋側で越冬する。その際の中継地としては、北海道の風連湖、宇都内湖などが挙げられ、また主要内湖地としては、宮城県では、伊豆沼、株栗沼、新潟県では、福島方、久子湖、鳥屋の方などが挙げられる。全長140センチメートル。翼海町205から275センチメートル。 体重オス7.4から1 5ラム、メス8.2から9 2キログラム。オスは体重1 5 5ラムに達した記録もある。全身が白い。春季から夏季に鉄分の多い環境では、頸部の羽毛が暗色になることがある。交際は褐色。くちばしは黒い。目先に羽毛がなく黄色い皮膚が露出し、この黄色部は鼻孔下部まで達する。は長い紐状で、 胸骨内で髪型に向かう。胸子は黒い。ヒナの綿たは,は泡開白色。幼鳥は肺褐色。個体によっては鉄分の多い故障で水中の水草などを採食する際に頭部や首が錆色や高褐色を帯びることがある。以前は泣き白鳥を足とする説もあった。故障や浅い河川の周囲で植生の茂った環境を繁殖地として好むが、 批判食事は、干潟や、気水域でも見られる。卵やヒナを除けば、年間死亡率は低いが、陸上では素早く動くことができないため危険を感じると水中へ逃げ込む。一方で死因の多くは、飛翔時による事故とされる。悪天候による死亡例として、日本では1967年に、野付湾で寒波及び湾が完全凍結したことによる、 飢餓によって約200羽が大量死した例がある。主に水生植物の早や茎、根を食べるが、昆虫や貝類などの無脊椎動物を食べることもある。岸芽や中酢に枯れ草や特沙やスゲの根、水苔を組み合わせた直径2メートル、高さ50センチメートルに達する塩水系の巣を作り、3から5個の卵を産む。放卵期間は約31日。 孵化してから78から96日で飛翔できるようになる。生後4年で生成熟するが生息環境や食物による影響を受ける。長距離を飛翔する鳥としては最大級で体が重いため離陸時は助走を必要とする。鳴き声は大きく孔となく。シベリアやオホーツク海沿岸で繁殖し、日本には越冬のため千島列島を経由しトライする。 食性は草食性が強く、水中や水面の水草を採取したり、陸上で落ち棒や青草を食べる。2019年に北海道別海町にて、包丁から25年10ヶ月経過したメスの個体が確認されており、国内の最高齢記録とされている。農作物を食害する害鳥とみなされることもある。アジアでは違法な湿地の干拓、採掘、 道路建設、下放木などによる繁殖地の破壊による影響が懸念されている。電線や風力発電による衝突死や狩猟及び鉛中毒、卵の採取などによる影響も懸念されている。猛吹雪などの自然災害や鳥インフルエンザなどの感染症による影響も懸念されている。日本では一例として2018年1月に 環境省によって32都道府県616カ所で行われた調査では25,873羽が観察された。都道府県別では宮城県が最も観察例が多く1848羽が観察された。2011年まではやや増加傾向だったが、以降は増減があるものの25,000羽以上が観察されている。白鳥は東で愛された鳥で、 様々な伝説、神話に登場する。ありがとうございます。